カローラ級コルベットは、ドイツ帝国海軍が建造した2000トン台の木、半装コルベットで1875年度海軍計画で6隻が建造された。本級は1875年海軍計画により6隻の建造が承認された。艦型はビスマルク級の小型版として設計され、船体は鉄と鋼の混成となっており、 フルカンシャ造船所と団地非造船所とライヘルシュテーク造船所とキール交渉の4カ所で建造された。船体が小型化したために速力が向上した。尾砲はすべて15センチメートルライフル砲に統一された。船体の基本形状は鉄と甲骨混合の船体にシップ式マスト3本と中央部に1本煙突を持つ。 当時の一般的な蒸気船の形態で、環境は2番煙突の後方にあった。生存性確保のために、船体は9つの水密区画に分かれ、機関区の底は二重底となっていた。修理ドックの少ない海外で使用するために、水面下には腐食や汚れのつきにくい亜鉛板が貼られた。主砲の15センチメートル単素法を原則の訪問部に、片言語機ずつ、 計10機を配置された。オルガのミサモアで、横転座礁した損傷を復帰する際に、主艦候補生の練習艦に改装され、搬送設備を全廃し、前後のマストは、頂上部に射撃観測所を持つ、短脚式のものに更新された。微本は 8.8cm 速射砲2機と 3.7cm 回転式機砲10機のみで、機関、武装の練習に用いられた。 世界の感染増加第60週同一巡洋監視。ありがとうございます。